Everybody!夜の試合まで昼寝することだ。大丈夫だよ。俺いつも試合の時はギリギリまで寝てたし。ビクトル目覚ましは6分間練習でジャンプ禁止。コーチ命令だよユーリ。練習を終え暗いおもちです。この顔は今まで中国の若きエースジークワンホン17歳。ショートプログラムは6位でした。曲は映画「上海ブレイド」より「ジ・インフェルノ」。今年のテーマは絆とバイオレンス。ホーちゃんをご利用しにこの曲にしたけど、なんで裏社会初のグランプリシリーズでグランプリファイナル進出なるか。 逆転優勝はなしか。昔の仲間と再会。プレッシャーが効いたら、それでチャンス。カーチェイスのような疾走感。クライマックスへと誘われます。敵対組織のボスと一騎打ちになる主人公。仲間。 世界選手権を誇って、今より難易度を上げて表彰台に上ってみせる。こんなところで抜かれ人を男になんか絶対ならない。一つはもう無理だ。中国のジガンホン248.6という暫定1位です。もうSNS全部やめて練習する。 フリーズ、いつもの通り自分のペースでいいからな。フリーでは前半に4回転を3つ用意しています。さあ、最初のジャンプはジャコベッティの代名詞超高難度4回転ルッツから。 ユーリ、違うところでアップしよう。人目が少ないところはどこだ。俺の好きなスケートをするなら俺だ。この上で生きていく。ビクトルの愛を。20年前ユーロで優勝した君と。 ショートとの合計200分の1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 分の
YURI のモチベーションが上がる。さっぱりわからん。ビクトル、そろそろ順番だから戻んなきゃ。選手のところはガラスのように壊れやすい。そう一度粉々に壊してみるか。もしYURIがこのフリーで失敗して表彰台に登れなかったら、俺は責任取ってコーチを辞める。ごめんユリ、今のは本気じゃ。僕が負けたら僕だけ悪く言われるくらい慣れてるよ。でも今回はビクトルまで迷惑かけるからずっと不安なんだよ。コーチ辞めたいって心のどっかで思ってんじゃないかって。そんなこと思ってるわけないだろ。知ってるよ。泣かれるのは苦手なんだ。こんな時どうしたらいいのかわからない。キスでもすればいいのかい。違うよ。僕が勝つって僕より信じてよ。黙ってていいから離れずにそばにいてよ。アメリカのレオブライグレシア、リードをして現在の順位は第6位です。ポポービッチ27歳。あ、テイルソーブスティーチングです。アーニャ、どうか、なぜ私を置いていくんだ。こんなに愛しているのに。私のお姫様。次は4回転サルコーです。目を覚めちゃいます。今すぐ救ってみせるから。あ、フリー見忘れた。現在3位です。お知らせしましょう。さあ、最終滑走はショートプログラムトップの松井優里。涙が出ているようでは、ダンスとしてまだまだだね、エイチ。曲は、ユーリオンアイス。ただ、すっきりしたね。僕が急に泣き出した時のビクトルの顔、面白かったな。なぜ笑ってる。試合後に泣いたりは今まであったけど、試合前は初めてだ。最初のジャンプ、4回転トーループとダブルトーループのコンビネーション。4回転クリスを抑えて僕が決めた。
4回転フリップが認定されたことだし、次のロシア大会じゃユーリは優勝してグランプリファイナル進出は間違いないね。コーチとしてロシアに行くのが楽しみだよ。待ってだってよ、モスクワでボルシチにしてやるよ、この豚野郎が。次回第8滑走ユーリ対ユーリ、ロシア大会ショートプログラムグランプリファイナルの王手ロシア。 Is it still recording? Yes, okay, well, thanks for watching us react to Yuri on Ice episode 7. I'm sorry for your eardrums.